者はついに蜀の地を手に入れた。これで曹操や孫権と腰据えて勝負できるってわけだ。何にせよめでたいぜ。しかし喜んでばかりもいらんね。慶州あたりのいざこざから雲長の兄者が襄陽の繁盛を攻めるために軍を出しちまった。普段なら心配することもねえが、曹操と孫権が連合するってんだから今回はやべえぜ。俺の部で兄者を支えなきゃよ。張飛殿、今事態は非常に深刻です。繁盛を守るのは主戦に長ける曹仁。いかに関羽殿でも苦戦は避けられません。また関羽殿を恐れた義は呉と同盟しました。呉は呂蒙、陸遜らの精鋭軍を慶州に派遣したとのことです。強撃を受けてしまったら慶州の地も関羽殿も劉備殿の陣の世の実現には欠かせません。張飛殿、どうかあなたの無双の部でこの苦境から救ってください。急げ！この奴らが兄者を狙ってやがるんだ。水攻めならそろそろ動き出しちまうか。ちくしょう！待っててくれよ兄者！間に合ったぜ。この奴らはまだだな。水攻めで繁盛を落とす。各戦線を維持せよ。水門の警備も怠るな。強いな。だが拙者も引けない。敵将討ち取った。我らも大功を立てる。敵将を討ち取った!強いな、本気で行くぞ。鮮やかなお手並み。川の水が今にも堤を越えそうです。一人か、いい度胸だ。そのアギトで繁盛を食らい尽くせ。大きく全軍繁盛へ向けて進むのだ。たとえ命尽きるとも守る。終わりかよ。くそ、敵将を討ち取ったそれがし、この城を守るが務め、ゆえ貴公を撃滅させ一人荒ぶる我が全力で貴公を止めよう。ひどいやがる。いいから来やがれ。東欧の気迫返せねばならぬようだ。何かよ、くそ、劇団じゃねえ。敵将討ち取った。この船が勝利への橋だ。進め。大地、我が棺とするか。敵将討ち取った。存分に暴れてやれ。補給拠点とて甘く見るな。行くただいま参上をつかまつった。どうもブー体験させてもらおう。敵将討ち取った。ここまでか。敵将討ち取った。突撃とは何ぞの一枚おたか。5の力を借りることになろうと。この戦に勝ち、乱世を終結に導かん。やってられるか。これは5に下るのが上策だな。次の輩め、打ち果たしてくれる。よし、今だ、かかれ。このような場所に兵を伏せていたか。進め、龍玄徳の天下、皆で勝ち取るのだ。あの日の誓い、果たせぬか。えらいよ、食わにじゃ。許され。静かだ。今が乱世とは思えん。敵将、討ち取った。ここまでですか。敵陣をかける。捧げた命だ。惜しくはない。慶主が守ったが兄者が死んじまった。俺たちの誓いはどうなっちまうんだよ。死ぬ時は一緒じゃねえのか。兄者、俺も誓いを破るぜ。龍玄徳の世をこしらえるまでは死ねねえ。寂しいだろうが酒を用意して待っててくんねえか。あたほの時は紀元2世紀末、漢王朝の権威は地に落ち、中国大陸は群雄割拠する戦乱の世を迎える。自ら覇道を歩む者、大義をなそうとする者、信じる者のために戦う者、あまたの英傑が乱世に名乗りを上げ、そして消えていった。張飛、あざなは翼徳、卓軍卓賢の人、一万の兵にも勝ると称えられた豪傑で、義にたがう行いを憎んだ。酒をこよなく愛し、酔えば劇場を全身に表した。漢王朝が腐敗し、黄巾族が世を乱していた頃、劉備、関羽に出会う。三人は公園で義兄弟のちぎりを結び、混迷する大陸に仁の世をもたらすため、共に戦うことを誓い合った。よるどころなく各地を転戦する劉備を張飛はその武勇で支え続けた。建安13年、長藩の戦いで絶体絶命の危機に陥った劉備を救ったのも張飛であった。南下する劉備軍の伝軍を務めた張飛は、追撃する曹操の大軍勢の前に短気で立ちはだかり一喝。気を飲まれた敵兵を散々に蹴散らして劉備軍の退却を見事に成功させた。幾多の過酷な戦いを経て、ついに劉備は蜀の建国を果たす。張飛は五虎大将の一人として歴戦、天下にその武名を轟かせた。三国が定立し、大陸の混迷はまだ終わらない。桃園の誓いより変わらず義を貫く遠飛と張飛の戦いはこれからも続く。この伝記は後世まで語り継がれ、悠久の時を経た今でも強い輝きを放ち続けている。ようやく酒の魚が来やがったぜ。開かれ、遠飛と張飛、乱世を飲み干すまで戦ってやるぜ。